ゲームがここ ZOZO マリンスタジアムで始まろうとしています。解説は工藤公康さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ファイターズ非常に強力なピッチャー陣を誇るわけですが、これを打ち崩すとなるとどうでしょう、里崎さん。いや本当にチャンスは少ないと思うんでね、それをいかにものにしていくかですよね。そうですね。さあ今日はどういった試合展開になるでしょうか。これから5回ファイターズの攻撃です。そしてマリーンズはピッチャーが変わります。大谷がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。ここはもうしっかりとしたピッチングをしないといけませんね。そうですね、まあ、とにかく打線の援護を待つためにもここはしっかりしたピッチングで0点に抑えたいですね。そうですね、守りから攻撃のリズムを作りたいところです。ボールになります。これもアウトコース厳しいところですがボール先行です。今の見逃し方を見ると別のボールを待っていたんでしょうか。打ちました。セカンド取った。アウト、ワンアウト。先ほどはフォアボールで出塁しました。3番の清宮がバッターボックス。ワンアウトランナーありません。初球コーナーをついてきました。スピードボールを持っています。今度は見送りました。強気に攻めて空振り。変化球空振り。いいですね、丁寧に低めに投げてますよね。いや素晴らしいですね。三振でツーアウトを取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。打ちました。痛烈。これはショートが取る。一塁へ。アウト。素晴らしい守備を見せてくる。ZOZO マリンスタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ファイターズの攻撃、バッターボックスには指名打者のマルティネス。先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いや痛いタイムリーでしたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。マリーンズビハインドで迎える6回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですからしっかり抑えていきたいですよね。まあこれ以上の失点は、ね、高め打ちました。ファウルになります。今のファウルはストレートに振り遅れてる感じでしたね。インサイド落ちました。高く上がった。この当たりはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。二塁へ送球する。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。さあマリーンズ得点圏にランナーを背負った場面です。これ以上失点すると厳しくなりますから、ここはなんとか切り抜けたいところですね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の大谷、どういったピッチングを見せるのか。このストレートは入りません。外れましたけどいいボールですね。はい、変化。このピンチ見逃しで三振を奪いました。まず一つアウトを取りました。キャッチャー今のはいいリードだったと思いますよ。まあここで離されると厳しくなるんでね、無失点のまま切り抜けたいですね。そうですよね。さあこの場面7番の万波がバッターボックスです。初球から思い切って振ってきました万波です。
空振り三振。ここは投げ勝ちました。いいですね。変化球をしっかりコントロールして低めに集めてますね。いや素晴らしいですね。三振でツーアウトを取っています。ツーアウトながらランナー二塁、バッターボックスには伏見。なんとしてもここで止めたい。マウンド上大谷、インコース決まった。低めのボール158キロ、ライト方向を流しました。これはおっと取った、アウト。素晴らしい守備を見せてくる。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。最後まで点差を縮めることが残念ながらできませんでした。次のゲームは打線の奮起を期待したいと思います。勝ったファイターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のマリーンズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は工藤公康さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。